こんにちは、かしかしです。今日はイベントのご案内をいたします。3月21日の火曜日、春分の日に、エルモット村の文化祭を開催します。テーマは、生活の中の和文化。冷静進化の今、和文化に触れて古代の英知を思い出そうということで、日本の宝と言われるお米や朝や藍、そういうものが素晴らしい働きについて知ったり、実際に触ったり、自然の恵みを味わったり、そういったことをすることによって、縄文時代のような平和な感覚を取り戻そう。直感や本能を蘇らせて宇宙とつながろうという趣旨で開催します。場内は講演会、マルシェ、ライブステージの3部構成で、その他にもアトラクションがいろいろあります。例えば、裸足で庭を歩いて大地を感じてみるとか、野生の山菜、フキノトウとかですね、そういったものを摘んでセルフで天ぷらにして食べてみるとか、大麻ののれん、これが大麻なんです。これはセーマですけれども、朝で作ったのれんに触ると浄化されるとか、ね、言われますけれども、そういったもので自分を浄化したり、宇宙につながったり、ゲートをくぐると覚醒したり、朝のお香を焚いて瞑想ルームを作ったりというふうに、秘密の工夫を場内あちこちに作ろうと画策しています。マルシェでは、マッサージとかヒーリングとか占いなど、そして物販も、お買い物も楽しんでいただけます。また講演会はネット配信も行います。ジャーナリストの船瀬俊介さん、CBD の専門家の三木直子さん、瞑想指導者の小和田千恵さん、その他は文化を愛する人たちにその愛を語っていただきます。会場は藤岡市の小西です。人生を変える、予知能力を高めると言われるパワーストーン、三馬石の産地である三馬石峡の近く、神名港のほとりで開催します。ここで自然と触れ合うことによって、癒されて、本来の自分に戻って、そして平和で楽しく生きられる人が一人でも増えたらいいな、そしてそのような人たちがつながって、新しい安心できるコミュニティが作れたらいいなと願っています。当日は送迎バスも準備する予定です。また、近隣には温泉旅館もありますので、遠方からのご参加でも大丈夫です。チケットが100枚限定で、入場料は1万円です。一旦入場すると、食事も体験も講座も全部お好きなだけ楽しんでいただけます。一部有料のものもありますけれども、場内はほとんどフリーです。そして、ボランティア入場券というのも設定しています。これは半額の5000円です。ボランティアをしながら、一般入場者と同様に、食事をしたり、講座を受けたり、楽しめます。言葉通り、誘導一致ということで、その場で必要と感じることを行動に移してもらえたらいいなと思っています。ゴミが落ちていたら拾うとか、困っている人がいらっしゃったら声をかけるとかですね。あと、お料理をしたり、場内の案内をしたり、日常生活の延長でできることがたくさんあります。そして、また音響とかそういう専門知識をお持ちの方も大歓迎します。そしてまた、事前の準備に来てくださる方もありがたいです。拡散とか、宣伝とかも必要ですし、あと場内の飾り付けとかですね、デザインとか、そういったものも必要です。得意なことや大好きなことを発見して、積極的に取り組んでいただけたら、本当に嬉しいなと思います。一人一人が主役意識で、主催者になった気分で、自分らしい活躍をしていただける舞台になったらいいなと、本当に心から願っています。ボランティアの活躍がこのお祭りの核になります。ですので、報酬もお支払いしようと考えています。これはイベントの収益から予算を確保して分配します。そして金額以上の価値ある体験、そういったものもたくさんお持ち帰りいただけるように、そんな文化祭にしたいなと思っています。マルシェの出店者入場券も5000円です。実力ある先生方にお願いしていますけれども、一方、これからデビューしようと考えているマッサージ師さん、占い師さん、ヒーラーさん、そういった人たちにはとてもいい機会になると思います。マルシェの出店者さんも報酬の分配の対象になります。この報酬に関しては事前に相談して一緒に決めさせてください。また、フリースクールの関係者の方にぜひご参加いただきたいと思っています。これは、船瀬先生からのご提案なのですけれども、これからは学びの場がとっても重要だということで、いろんなフリースクールとつながっていけたらいいなと思っています。今から170年前、鎖国していた日本に黒船がやってきて、西洋文明が一気に入ってきて日本が激減したという出来事がありました。それと同じことが今地球規模で起ころうとしています。この3次元の物質の地球にですね、非物質の高次元の宇宙人が入ってこようとしています。彼らにはお金は通用しません。何が必要かというと、バイブレーションですね。感情から来るものです。嬉しいとか、楽しい、美味しい、ワクワク、ドキドキというようなポジティブな波動というのが豊かさということになっていきます。彼らはその豊かさの波動というものが大好きです。ですので、そういった喜びのバイブレーションを出せる人というのは豊かな人というところで交流が始まります。そういう喜びの波動がいっぱい出せるような文化祭にしたいと思っています。自分だけが喜ぶのではなくて、分け合って、譲り合って、より多くの人が喜びの波動をいっぱい出せるような工夫を重ねていきたいと思っています。今この地球には様々な課題があります。SDGs とか働き方改革、インバウンド、メンタル対策、人権尊重、持続可能というような社会課題というものがいっぱいありますけれども、それを個別にそれぞれ対応するのではなくて、抜本的に全部まとめて何かね、解決できるような方法はないかなとずっと考えて、もう20年間考えてきた一つの形がこの文化祭です。資本主義と社会主義の間のような理想社会の実験、挑戦です。今回の文化祭は第1回です。情熱だけでここまで進んできました。これからはいろんな方と手を取り合って進んでいくフェーズに入ってきていると感じています。ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。宇宙に通用する楽しい社会を一緒に作る仲間になっていただけないでしょうか。春分の日はエルモット村文化祭へぜひお越しください。お待ちしています。ご視聴ありがとうございました。ではまた。